どうも、直人です。さあ今日はですね、とある場所に向かっているんですけれども、埼玉県の秩父郡皆野町というところにある天空の学校というねカフェに向かってます。でね、天空の学校っていう名前のゆえんなんですけど、まず標高が550メートルぐらい高いところにあるっていうところが多分天空っていう部分で、場所がですね、昔本当に使われていて今使っていない学校をなんかね使っているカフェらしくて、なので天空の学校っていうみたいです。今8月の上旬なんですけど、もう最近というか今年もうめちゃめちゃ暑いじゃないですか。なんかもう去年と比べ物に、ね、ならないような体感がしてて、もう毎日エアコンつけないと本当に寝れないぐらいな、本当にすんごい暑い状況が、ね、皆さんのところも続いてるかなと思うんですけど、もちろんね僕の住んでるところら辺もそんな感じなので、なので今日向かうね天空の学校、標高も高いところにあるので、まあ涼むことができるんじゃないかなっていうところもねちょっと期待していきたいなと思います。でね、天空の学校なんですけど、まあ標高が高いから眺めもいいらしいんですよ。なんでもこうマイナスイオンとかもね多分バンバンね出てるんじゃないかなっていう感じで、かなりこう涼しいだろうし、こうリラックスもねできるんじゃないかなというところでね期待ができますね。でですね、天空の学校、まあちょっとググってね前情報をね調べてみたんですけど、なんかね天空のちまきっていう料理があるらしくて、それがねなんか一押し人気らしいです。あとはパイナップルをなんかね切り抜いて、でバニラアイスとなんか混ぜて再冷凍させたようなパイナップルアイスっていうのがあるらしくて、なんかねその辺が有名らしいです。あとは秩父の方なので冷水、なんかいい水がねあるみたいで、出てるのかな湧いてるのかな、なんかその水で入れたねコーヒーとかもね一押しらしいので、ちょっとね今日はその辺を味わってね、こう涼しい気分に浸りたいと思います。もうこのね夏の暑さをねどうしても乗り切りたい。でこれもね、まあ、前もって調べてた情報なんですけど、なんかねバイクで来る人もね結構いるみたいで、そういう人にもね配慮をねしてくれてるみたいなんですよこのお店が。でバイク止める駐車場みたいのが下をコンクリートみたいなのにしてバイクを止めやすくしてくれてて、でなんかね席の隣にバイクの駐車場を作ることによって、なんかもうバイクを見ながらなんか話ができるようにとか、そういう工夫をしてくれたりねしてるらしいです。ありがたいですね、バイク乗る人にとって。お、なんか長瀞町長瀞に来ましたね。長瀞経由するのか皆野って。あー川がいい感じですね。え、でかいね川、広い。わー、いい自然がすごい。おー皆野町出てきました。皆野タウンに到着しましたね。まだね到着してないけど、もう早くもね避暑、夏をこう避ける涼しい夏を過ごす避暑スポットな気がしてきますよ早速。あとはこの山道もねすごい急なくねくねはないんですけど、程よくねくねくねしてて走ってて気持ちいいですね。道もいいな。どんどんね涼しくなってきたし、なんか川が絶対近い気が、あーなんか水流れてるもんな。なんかね本当に天然のクーラーみたいな涼しさがある。かなり涼しい。暑さ感じないですね全然。すげえ避暑地ですよ避暑地、完全に。あー看板出てきましたね、天空の学校直進 4.5m、 もうちょいですね。あ、なんかぽいのが出てきた、ぽいのが出てきましたね。お、よし、ちょっとバイクこっちってあるんで行ってみましょう。駐車場ここですね、コンクリートになってます。
煮を一つと、あとはパインアイスのクラシックを一つと、だ普通のアイスコーヒー、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、はい、はい、他の仕事からは使いますか？は使わないです。はい、ちょっと調べね。はい、すいません。こっちは結構固まってるからゆっくりで、はい、食べていけると思うんですけど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アイスコーヒーからいただきます。飲みやすくて美味しい。お次はちまきです。ボリューム満点、美味しそう。しっかりご飯に味が染み込んでいて、めっちゃ美味しい。食後のデザートはパインアイス。暑い夏にぴったり。響き渡る